万年筆ベストコーディネート賞前年度受賞者選出部門受賞者の作家林真理子様にご登場いただきましょう。林様どうぞ。よろしくお願いいたします。どうですか、この1年を振り返られて。そうですね、私はもともと万年筆とてもよく使うんです。原稿はちょっと違うもので書いてますけども、ますます筆まめになったって感じですかね。非常に手紙よく書くようになりました。昨年たくさんの手紙を書きたいとおっしゃっていらっしゃいましたよね。はい、はい、レターセットも新しくしました。イニシャル入りのとても素敵なブルーの素敵ですね、セットです。ありがとうございます。さあ、それでは林様、受賞者の発表をお願いいたします。はい、バレリーナの吉田美和子さんです。まず林真理子様からトロフィーが贈呈されます。ではお二人ね、お並びいただきまして少しだけお話を伺わせてください。林様と吉田様はもう長いお付き合いですか。つながりなさそうなんですが、5、6年前に帰国された時そうですね、帰国された時に、はい、対談させていただいて、私はもうバレリーナって憧れの職業なのでしつこく近寄っていきまして、私がやってます文化人の団体のエンジン01というのに無理やりお入りいただきまして、まあそれがきっかけですよね。そうですね、まあ、私は個人的にはずっと真理子さんのファンでいまして。ありがとうございます。ロイヤルバレエ団で戦ってる時も真理子さんのエッセイに本当に本当ですか、初めて来ました、ありがとうございます。もう支えていただいて励ましていただいて勉強させていただいておりました。ありがとうございます、嬉しいです。いやもう本当にですから、日本に帰ってきて真理子さんにお目にかかれたっていうのが本当に私にとっては本当ですか、嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい出来事でございました。シンポジウムも中丸道江さんと一緒に体の芸術ね、文の体が描く芸術っていうシンポジウムをしていただいて、女の子たちがいっぱい押しかけてきたのを昨日のように覚えてますけども、私もこのようにちょっと話すのが苦手なので本当になかなか参加できずにいますけれども、また待ってますので、ま、よろしくお願いいたします。昨日も延岡から帰ってきましたけどお願いしますね。またよろしくお願いいたします。またお二人の素敵な組み合わせが見られる日も近いかもしれませんね。林様どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼いたします。じゃあ頑張ってくださいね。続きましてハートラインプロジェクト万年筆解説員橋本五郎様より賞状を、そして株式会社町山セールスマネージャー鈴木はじめ様よりアウロラのマーレイオニアシルバー万年筆が贈られます。万年筆ベストコーディネート賞前年度受賞者選出部門吉田美和子様、あなたの活動や生き方に対し最も万年筆が似合う人物として2014年度受賞者より推薦され選出されましたことを個々に表彰いたします。あなたにとって万年筆が今後のご活躍の一助となりますように、2015年11月24日ハートラインプロジェクト実行委員会おめでとうございます。そして鈴木様より副賞の万年筆が贈呈されます。ではここで吉田美和子様にありがとうのメッセージを発表していただきます。お願いします。よろしくお願いします。今まで支えてくれた皆様にありがとう。一人では何もできなかったことを実感している今、心よりありがとう。こうして踊っていられるのも皆様のおかげです。
ありがとうございます。まさに先ほどずっと戦ってたとおっしゃってた吉田様のお心が見えるような素敵な文章ですね。いや、もう本当にいろいろな方に、特に日本に帰ってきてからも、マリコさんもそうですけれども、もう皆様に支えていただいてというのをすごく本当に実感してますので、その気持ちでありがとうということで書きました。先ほど受け取られました、また新たな万年筆もぜひ仲間に入れて素敵な文章をお書きになってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では皆様、今一度吉田都様に大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。